カヤランは、ランカカや、ランぞの多年草で、小柄な着生植物である。樹木の幹や枝から垂れ下がるように生育し、木根で付着する。名前の由来は、細長い葉が並んでいる様子がカヤに似るためと言われる。植物体はやや細長い茎からなり、ほとんど枝分かれしない。茎にはやや接近して、多数の葉をつけ、下向きに伸びる。 茎の基部側には落葉後の傭兵が重なり合う。茎の中ほどより、基部側では、葉の隙間から長い根が出て、上向きに伸び、樹皮に張り付く。葉は、細い楕円型で扁平だが、やや二つ折りになり、基部で半分ねじれて、茎の背面側に、葉の表を向ける。長さは2から4センチメートル、幅は4から6ミリメートル程度、新緑色で時に、紫がかり、 表面にはやや艶はない。花は春から初夏に咲く。茎の先端から少し根元側の葉の付け根から細長い花形が出て、その先端が多少枝分かれして、それぞれの先に花がつく。花は丸っこくて、黄色、新弁には赤い縞模様がある。残り五弁はほぼ同型、先端はやや抱えるように内に曲がる。なお、花形は葉の並んだ平面の裏側に、それと、 平行するように伸びて、花は、葉先から少し顔を出す。花果実は細長くなって、大きく、長さが3センチメートルほどになる。着生植物であり、山地の川沿いの樹木の樹皮状につくが、特に太い幹につくことが多い。森林内に生え、開けたところに出ることは少ない。人工林で見ることも珍しくなく、着生卵としては普通種の方に属する。高い湿度を好み。 栽培は比較的困難である。日本固有種で本州から九州まで分布する。時に栽培されることもあるが、それほど干渉価値の高いものではない。しかし、野生卵であるから採取の対象になりやすく、目立つところ、手の届くところではまず見られないし、大きな株は非常に減少している。しかし、生来繁殖力の強い方と見え、見かけることは珍しくはない。 栽培は可能だが、環境適応性に乏しく、湿度、痛風、日照、乾水量などの諸条件が全て適切でないと、長期育成は困難である。成長が遅いので環境不適応になっていても、気づくのが遅れやすく、小型種で栄養蓄積量が限られるため一度衰弱させると、回復不能になる場合がある。育成には栽培者の技量以外の環境要因が、 強く影響し、山間部では特別な世話もせず吊るしておくだけで増殖しているのに、市街地ではいくら工夫しても衰弱死するといった例が見られる。無菌播種により容易に発芽するが、親株までの育成が容易ではなく、営利的生産は採算が合わない。そのため園芸用に流通する個体はほとんど全部が野生由来である。カヤラン族はインド、東南アジアからオーストラリアに、 約30種があるが、日本では本種だけである。ヨーランのバンダやコチョウ長ンに近縁とされ、国産のフーランなどとでも交配は可能である。日本では他に似た姿のものとしてマツランがある。この種は別名をベニカヤランといい、よく似た姿ながらやや小型で歯に赤紫の斑点があるのが普通である。これに近縁のモミランも似ているが、こちらは成長すると、 むしろ樹皮状を這い回る姿となる。日本の卵化植物で他に左右に葉を並べて垂れ下がるものに洋楽卵があるが、これは葉が左右から扁平な短面用となる。また、花は個々に見て取れないほどに小さなものを水上につける。また、幼くて垂れ下がる前のものは風卵のように見える場合もある。ありがとうございます。